赤カットイン、ちょ中押してみよう。はい、一角ウィアー、さあ来た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 、トッカトこれは50枚乗せが 75% でループする。ここで5000枚乗っけよう。いきます。お願いします。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、おはようございます、よろしくお願いします。おーよーし皆さんカバネリでしたね。ということで寝台パチスロ筋肉マンいくぜ。はい、セブンズ TV をご覧の皆さんおはようございます。東西街道連のゆとりです。本日は東京都北区にございます、こちらマルシェ赤バレ店さんにてオレンジ、オレンジとはオレ流の打ちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。ということで早速回していきたいと思います。本日もよろしくお願いします。パチスロ筋肉マン7人の悪魔超人編、まさかこんな早く打てるとはな。初打ちです、いきます。抽選人数が150名くらいかな。でそんな中私7番と恐ろしい引きを見せまして、この筋肉マンをゲット。入場するとき決めたことがあって、筋肉マンのこの角台か後ろにあるバイオベンデッタの角台かどれかにしようと思ってたんよ。なぜならこのお店は角台が異常に強いから。俺の前の人みんなカバネリ行った。なので第一候補だった筋肉マン7人の悪魔超人編。ちなみに俺がこの筋肉マンの騎士で知っていることは万枚が出るというその一つの情報しかない。で列並んでる時に筋肉マンがバイオ行こうと思ってるんですよねって、あの並んでる人たちと話してたら、筋肉マンは6なら戦えるって聞いた。ただ6じゃないと一生吸い込んで終わりとも聞いてる。だからね、筋肉マンを打つなら今日が大チャンス。だってカード台だもん。じゃあ早速筋肉マンの勉強していくか。とりあえず万枚が出るという情報以外を全て学んでいく。あともう一つ知ってる情報があった。ヤルオさんがめちゃめちゃひどい目にあってすごいお気持ち表明をしてた。だからね、そうヤルオさんのあの長文ツイートは読んだから、上位 AT にマジで入らないみたいな。ということはつまりよ、そういう系の騎士って上位 AT 入るととんでもない系だから、入れちゃえばいいんだから。で俺は入れられる自信がある。なぜなら生まれ変わってるからね。だってこの動画が上がるときに上がってるかちょっと分かんないけど、寝台だからちょっと前後する可能性あるけど、まあ辛さで1万6000枚出してから一月も経たずに出したからな。スイカ取りこぼしなし、いいね。規定超人パワー数到達プラスアルファで AT 当選。あ、いきなり AT やらせてくれんだ。内部ボードによって規定超人パワー数を管理、つまり設定が高ければ高いほど早く当たる騎士ってことな。完全に理解しました。皆さんに分かりやすく説明しますけど、このパチスロ筋肉マン7人の悪魔超人編はモンキータウンです。通常時はここでひたすらゲーム数貯めてって、時々入るチャンスゾーンとかでゲーム数をさらに加算してって、まあ、AT を当てましょうと。1セット 50% から 100% で継続して、それを7回継続させると上位 AT に入るチャンスゾーン的なものに行って、そこで最終的にバトルに勝つと上位 AT に突入すると。でその上位 AT がはちゃめちゃ、はい、これが超人パワーを加算するチャンスゾーン。まあよくあるやつだね。ジャッジメン、はい。今さらに詳細を調べてたんだけど、通常時のモードが3つあるらしいの。通常 AB チャンスと、魔界ループに入るまで落ちないらしい。で魔界ループっつうのは上位 ST をかけたチャンスみたいなところなんだけど、パッと見た感じ魔界ループ行くのちょっと大変そうだったけどね。7連しなきゃいけないから、これ速攻でチャンスモードに上げられればめちゃめちゃ有利よな。はい、当たらんね。ここでレア役、はい、制限の名のもとに。これもしかしたらチャンスモードで当たってるか。チャンスモードだと300万パワーで天井らしい。300万パワープラスアルファって書いてあったかな。これ当たった、天井だったんだね、おそらく。え、めっちゃいいスタート。これが本当にチャンスモードならモード落ちないからね、魔界ループに行くまで。実際のゲーム数は276ゲーム、ぴっ
ったり1万円投資いきます。初 AT、 この当たるまでの間にさらっと勉強もしといてあるんで、もう何も問題ない、しっかり楽しめる状態にはなってる。シナリオは8種類、突破しにくいのからめちゃめちゃ突破しやすいのまで。ほいで、この対戦相手がめっちゃ重要なんよな。対戦相手によってシナリオがわかるっぽいんだよね。あーまあまださすがに絞りきれないな。とにかく頑張るか。で、最低継続率 50% だけど、レアクで V ストックするんよ。まさに説明してくれてるけど、絆みたいなシステムなんだよね。この黄色赤緑のランプあるじゃん、絶対どれか1個光るんだけど、なんなら今内部的にどれか1個光ってるらしいんだけど、その子役を引くと継続確定。黄色はチャンス目る、赤はチェリー、緑はスイカで、強手とチャンス目は問答無用で継続確定と。かなりやれる感あるんだけど俺の中で。とりあえず頑張りましょう。水中大決戦の巻。さあどれ、はいはいはい、スイカね。スイカを引けば継続確定。なんかチャンスアップしてない。そもそも継続率で勝ってるかもな。スイカは引けず、はい、えほいよほいよほい。あ、なるほど、初 AT は単発でした。まあ流れは大体分かりました。通常 B なら、通常 B でしたね。通常 B の天井が900万パワー、投資はもう一瞬で24,000円、コイン持ちはねはちゃめちゃに悪い。536ゲーム、やりますか。スプリングマン、とりあえず連チャンさせよう。全然チャンスアップとかなかった。また単発、うい復活。こんな感じで継続するわけね。チャンスアップなくてもなんとかなると。わかりました。さあ2セット目、ここでレア役、はいはい、スイカね。そしてアトランティス、あ、確定したわ。対戦テーブルはナンバー1、ナンバー1デフォルト、デフォルトなんでシナリオ不明と。 OK、 はいはいはい。で、今ランプ点灯しなかったけど、ここの前半パートでランプが点灯すると後半も絶対1個つくから複数個点灯するよってことだし、ここで緑が光れば確定。スイカ引いてるから引いとるよ。突入時にスイカ引いとる、なので継続確定。はい、いや絶対復活する。ほいほいほい、復活でしか継続せんな。3人目、スイカ引けず。さっきからこんなパターンでずっと継続してるからな。あ、そして背景が違う、はい、はいはい、復活はなし。499枚、シナリオが分かんなかったからちょっと楽しみづらかったな今。最初のあそこの AT はなんかモンキーターンプラス絆って感じ、好きな人は好きそうだけどね。またしても通常 B 天井、939万パワー、629ゲーム、投資止まんないね。36,000円、まあ上位 AT がとにかく強いっぽいからね、こうなるのはまあ致し方ないんだろうな。お、スイカ、今日まだここのランプスイカしか点灯したことないから、これ、おい、さらにまた引いてくる。仮にスイカ点灯したらこれ V ストック2つになるのかな。さあスイカ2回引いてるぞ、はいはいはい、オッケーオッケー。これってさ2回継続するってことなんかな、それとも今回だけなんかな。いや俺はストックすると信じるわ。はい、さああと6人で、ここも大丈夫なはず。ん、今スプリングマンの文字赤かったな、いつも赤くないよな。これってやっぱりストックがあるよみたいなやつなんかね。そしてアトランティススプリングマンだから、対戦相手テーブルは6、シナリオ2以上の下じゃ全然わかんねえや。はい、まだわからんから、この騎士は復活あまりにも多いからね。オッケー、まあこれはさすがにさっきのスイカの分だと思うんだよな。だって無駄引きになっちゃうもんね。昨今のパチスロはねあんまり無駄引きを作らないと思うから、これはストック分だと思う。こっからが自力、いいねいいね。さあスイカ、今のところスイカしか点灯してないからな、これいけるぞ。スイカ、ここに来てチャンスベル、なるほど、はい終わり。3連の485枚、これモード上がってないとかなりきついぞ。おそらくこの騎士はこの通常時をチャンスモード上げるまで耐え忍ばないといけないと思う。上位チャンスゾーン、
これはものすごいよ。普通の青いやつだと打ってる感じ平均3、40万パワーで、これはネット上で見たけど平均1000玉らしい。あ、これ右の鍋が出ると終わっちゃうってこと？危な、急に幼女戦記みたいになった。しかもこれ AT だ。うん、ベルナビ出てるし増えてるもんな。なんかとてもいいものに入りました。なんかこんなに強いと思わなかった。まさか AT 状態になるとは。あ、エンド引いてしまった。あ、これが残機だったわけね。なるほど、レア役とか引けば残機は復活するってことなのかな。あ、まずいんじゃない。危ない。いや、すぐ終わってしまったな。これで終わりか。トータル結果はこんな感じ。一応平均戦らしいけどね。なんか200枚くらい増えたな、持ち玉も。はい、32。ウルフマンが何体いたか覚えてない。あ、で次ブロッケンジュニア。まあ基本二重乗せか。そしてここでレア役。はい、チャンスベルドン。はい、さらに急にバイオハザードみたい。まだまだ80。ブロッケンジュニア多いな。で次がロビンマスク。はい、どのキャラも関係なく二重っぽいな最低。タワーブリッジレアかな。レア役じゃない。この感じ3桁あるでしょ。すごいいい音かと思ったら37ゲームでした。大体こんなもんだね。ネクストテリーマン。テリーマンは強いんじゃないの。はい、テキサスコンコールドキック。40。はい、ずっとテキサスコンコールドキックだ。テリーマンは最低40って感じなのかな。100のせ。まだまだテリーマン続くよ。テリーマンが強い。まだいる。ネクストボーズマン。はい、めちゃめちゃ強そう。だってフリーズしてるし。 100×2 200。まだいくっぽくない。あ、400乗るってことか。はい、え、まだいってる。ものすごい乗りそう。え、このチャンスを信じられんくらい強くない。はい、1200のせいで、まだウォーズマンなんだけど、やばない。まずは200万パーでしょ。で、この後続けば400万になるってことだよな。続いてる。で、さらにここ続くと1200になるんだよな。続いてない？続いてる。あれ、俺これ結構はちゃめちゃな事故なんじゃないの。まだ続いたりして、さすがにか。え、1200に連続。え、まだウォーズマンいる。やば。はい、あ、あのとんでも上手じゃなくなってしまった。40。え、また来た。え、すごい。俺平均1000って見たけど、もう平均ぶっちぎっちゃってるよね。で、さらにこっから続くと、続く。このエースはもう絶対1200万くれる。さあ、そして次モンゴルマン。はい、あー、でもフリーズとかはしてない。あー、100。もう一回モンゴルマン。ほい、モンゴルマンは最低100って感じなのかな。あー、そうだね。で、筋肉マン控えてますけど、10。あーあー、こっからどんどんついてくのか。フリーズしとるもんな。え、うわー、そうだよね。まだまだだよね。あー、いや、でも90か。150ね。いやー、1200とか乗っちゃったからな。なんか続いてるわ。1200超えできるか。いや、続かないね。300だ。これで終わりってことか。え、すごくない？
すごくない？ちなみにもう300枚以上増えてる。俺これすごいと思うから写真撮っとこう。で、仮にずっとモードが上がんなくて通常 B のまんまでも5回無条件で行くってことか。やばくない？これでもしチャンスモード上がったらすごいぞ。300で当たれば。当たらない。一撃で行く。とりあえず AT 行きますか。もうすでにずっと AT 状態みたいな感じだったけど、190ゲーム投資は3万6000円変わらず、持ち玉780枚まで増えました。めっちゃ強いな、あのチャンスソー。てか異常な強さじゃない？いやーちょっとびっくりしちゃった。ウォーズマンがやばすぎたわ。さあ行きますか。でそうだ、しかもこの騎士って120ゲーム以内に当たると引き継ぐんよ。最低でも5回無条件でできるはずだから、その間に7回勝てばいいだけ。これ絶対上位いけるわ。勝てない、まだ分からん。はいはいはい、単発。でもこっからはまた続きますからね。はい、残り4887ポイント300で当たってくれ。ダメか。はい、これさっきの AT で1人でも倒してれば2人目からだったんよ。おいおいおい、マジかよ。はい、復活、また単発。まだ終わんねえ。まだ3900万パワーある。いい加減チャンスモード行ってくれ。マジ当たんねえな。クソ、こんなに連チャンしてんのに。ちょっと勝ってくれるだけでいいのに。正直これで上位いかなかったら無理だぞ。さっき引きたかった。扉閉まったのは初。チャンスベル。チェリー以外が光れば継続確定。はいはいはい。オッケー。ようやく継続したわ。はい、復活ね。ほいほいほい。え？俺追加引いたよね。え？ちょっと待って、ちゃんと調べるわ。ダメだったってことは分かるけど全然納得いってないから。いや内部的にストック確定ってことは、俺結構スイカ早めに引いたじゃん。あそこは前半パートに含まれてないってことよな。そういうことだよね。マジ、こんなぬか喜びじゃん。絶対チャンスモード上がってないし。天井以外で当たんのこれ。ちょっと見届けさせてもらいますけど。ああもう本当に天井でしか当たんねえんだな。あものすごい減ってたもんね。はい、919。もう4回目か。まだ1回も勝ってないぞ。やば、4連単全然続かない。単発だらけ。全然予定と違う。一人も勝ってねえもんな。やばすぎ。5連単平均 1.5 人倒してれば上位だったのに。6連単とんでもない台ですね、これね。まあ、シナリオごとの勝率テーブルってやつ。これはね、子役とかでの突破とか全ての要素を加味した数値らしいわ。俺これ自信あるけど、全国各地でこういう5連単、6連単とか単発時刻、あらゆるところで起こってるでしょ。でも、トータルだと最低でも 50% 継続なんですよって、無理あるよ。それがたとえね、数学的に正しかったとしても、相当無理ある。継続率は何パーで、全部加味すると何パー継続だよ。さあ書きゃいいじゃん。マジでいらぬストレスなんだよな。俺だってこれで解析出て、だいたい初戦は 1% 継続が選ばれてますよってなったら、こんなイライラせんのよ。しかも絆みたいなシステムもあってさ、アイロード結構力入るじゃん。こっちとしてはさ、継続率持ってんだったら、まあ継続率でも継続してほしいわけよ。当たり前な。どうせ低い継続率にしてんだったらね、言ってほしい。せっかく子役で継続するようなシステムになってんのに。嘘ついてるわけじゃねえけどさ、トータルすると継続率 50% 以上って。嘘ついてるわけじゃないけど、もったいないなと思いました。書きゃいいのに。みんな分かってるよ、ちょっと無理ゲーなの。とんでもない爆裂スペックのスマスロってる人たちは狭き門なの理解してるから、ちゃんと狭き門って表してって話。はい、389ゲーム、持ち玉1123枚。177枚7連単この台天井でしか当たらんな。467ゲーム、持ち玉569枚。ここはさすがに有効なんじゃねえのかな。これも有効じゃないのかな。そしてブラックホールは初めて選ばれた。継続確定強チェリー。
さらに2個テント、おそらく今が大チャンス、せめて1回は引こう。弱チャがチャンスベル、あーもうこんなチャンスアップがあるわけね、初めて見ました。3つテント、レア役が引けない、全部光ってんのに。最後の最後でよく引いたわ、ナイスストック。残り6人で、ここも継続確定。そしてブラックホールスプリングマンときたと、シナリオ5以上した、シナリオ5以上だとここも継続確定じゃん、全部 85% 以上だわ。さらに複数点灯していく。え、このメシア子役シナリオテーブルっていうのがあるんだけど、シナリオ5だわ。そうすると毎回3個、やば、もう絶対上位いったわ。ようやく報われたな、レア役引くたんびにストック確定のシナリオ。はい、3つ、よし、はい、これでストック、あと4回レア子役引けば上位確定。はい、絶対点灯するんで、これもストック。5000ポイント貯めて全部単発だった時どうしようかと思ったけど、ようやく楽しめるか。ここも継続確定、よしよしよし。え、ここって有効なのかな、ここが有効なのかが不明なんだよな。絆だったら有効だけどね、てか有効であるべきだよな。うん、今のはストックしました。あそこで引き損生まれてたらわけわかんないでしょ。だから次セットも確定。こいつの継続率なんか全く当てにしてない、当てにするのが間違ってる。レア役が引けねえ、こっからストックなしだ。あと2人、頼むよ、もうこんな引きできねえぞ。よーし、継続した、レア役なしで、レア役なんでもいい、何か引けば確定する。さあ最終決戦、引いていいだろう、さっきのセット引かなかったんだから、そういう確率でしょうか。あー、なんかいい感じの音、チャンスアップじゃない、レア役でしたようやくたどり着いたわ。いやー、マジやったやった。筋肉マンはここでなんとかしましょう、このシナリオ一番いいやつ引いてください、そうすればこうなるから。はい、やりました。あとはこっから一番前出すだけだな。で、7000突破するとまず30ゲームのエピソードに入るらしい、これね。で、この次が悪魔将軍バトルっていう上位 AT をかけたチャンスゾーンみたいな感じなのかなに入るんだけど、初回は勝利期待度 90% らしい。だからまあ問題なく上位に行けるでしょう。ここのレア役の抽選は不明。でもなんかもうレインボーになってるからいいことが起こったわ。悪魔将軍バトルがもう勝利確定したよみたいな感じなのかな。7セットの1321枚、じゃあ行きます。悪魔将軍バトル勝率 90%、6ゲーム1セットのバトルで、継続すればするほど悪魔将軍に勝つチャンスだよみたいなのを見た。ちょっとやってみるね。はい、継続、まあ5000継続すれば問答無用で悪魔大行進なんだと思うんだけど、プッシュ煽りがあったのに。はい、ここも大丈夫と。さらにレア役、レア役は書き換え抽選みたいのがあるんだよね。弱レア役で 50%、 強レア役で 100%、 はい、これは 50% 取ったってことでしょう。ドン、あ、もうこれで一発で勝つってことか。あ、なるほどね、そこはそんなポジティブに捉えてなかったわ俺。さあ、これでようやくたどり着きました、上位 AT 悪魔大行進、悪魔大行進いきます。で、サマイ管理型の AT なんだけど、前役でサマイ上乗せ抽選をしてて、レア役でランクアップ抽選をしてると。で、ランクアップすると次セットをゲットできるのか、で、その次セットの初期枚数が優遇されるみたいな感じだったかな。要はこいつで破壊すればいいってことでしょう。さあ、レア役よ、はいはい、強チェリーだが絶対何かしら確定した、てかおそらくランクアップしたはず。そのランクアップっていうのが未だによく分かってないけど、とにかくランクアップしたはず。また来た、追加、またいい音、これもランクアップしたんじゃないか。ええー、ガロミ系だな、信じられない音、いきます。これ400枚スタートなのは、ヒョウチェリーとスイカで上乗せしたってことだよな。100枚スタートみたいの見たんよね。バー揃いをすると継続も確定するらしい。そのバー揃いがどんなもんで来るのか不明、やっぱ信頼だから不明なことが多い。おい、青かっ
ットインだけれども、ほっ揃っていく。これでランクアッププラス次セット確定。はい、ほっ、あ、もう青カットインめちゃめちゃ強いね。カットインさえ出ればって感じ。これでランク2チャンスベル、はい、20枚乗せ、なるほどね。さあということで悪魔超人馬乗せ、ランクは2200枚ってことかな。あ、130枚、もうちょいくれるかと思ったけど、なるほどね。結構な頻度でバー揃ってくんないと全然出せねえぞ。さあスイカ、スイカは何枚、スイカも20枚か、いいね。いやこれ絶対レアクでしょ。はいはい、でも赤チャンス、スイカからの前兆だ。何ランクアップ、スイカでランクが上がったってことか、なるほどね。いいねいいね。さあジャクチェリー、うわ、ランクアッププラス20枚のせい、ようやく最上位 AT らしくなってきたね。いよいよ、ほいほい、はい、うん、20枚のせい、これはランクアップだ、ドン。はい、これでランク3、だんだん上がってきた。演出全然起こんねえ AT だなと思ったけど、演出が起こっただけでめちゃめちゃ熱いわ。さあどんくらい乗せるかね。ランク2で130枚だったの、150枚とかかな。190枚、どういう抽選なんだろうね。100枚が最低で10枚かける何十パーセントループみたいな感じなんかな。いいよ、はいはい、スイカドン。問題はランクアップしてくれるかってとこだよな。一応演出は2ゲーム連続で続いている。OK。レア役引いた後に2ゲーム連続で前兆が起これば灼熱。ダメな時は1ゲームで終わる。さあ、ラスト5枚でスイカ。1ゲーム、もう1丁。OK、ランクアップ。いいね、チャンスベルか。はい。フリーズしとる。こんなパターンが、これ特化像とかじゃないの。はいはい、ドン、うん、ランクアップなだけでした。揃ってみ、揃わんね、全然揃わんわ。最初2連続で揃ったの奇跡だったな。レア役がメインだ。はい、ということでランク3、どうだ、150枚。やっぱ多分ループでなんかやってるよな。ん、この演出で押し順ナビおかしいけどね。はいはい、お、押し順ベルでも、え、そっか、一応全役で抽選してるんだった。はい、ということでランクアップ今の違和感演出よかったね。さあランク1110枚。さあついにランクアップできず、はい、2708枚で、こっから魔界の荒野っていう悪魔将軍バトルを抽選してくれる30ゲームの ST に行く。え、ものすごい引きなんだよ。はい、魔界の荒野さすがに当選するでしょう。全役で悪魔将軍バトルを抽選してるらしいんだけど、レア役ですからね。はい、 OK。 え、絶対大丈夫だよね。はいはいはい、うん、問題なさそうですね。でこれで悪魔将軍バトル、最初にやった6ゲーム1セットのやつ、あそこで勝てればまたさっきの悪魔大行進に戻れると。ただこっからは勝率 30%、最初は 90% だったけどね。え、なんかいきなり負けそう。 OK。 これ継続すればするほどチャンスみたいな風に書いてあったんだけど、レア役引かないでなおかつ5戦継続しないで勝つことあるんかな。攻撃しないね。どうだ、ダメ、これで終わりってことかな。あ、はいはい、ダメだったと。でまたあの魔界の荒野、はい、でこのステージの悪魔将軍バトル期待度は 70% あるらしい。一応ね、28分の1くらいで突入するよみたいな書いてあった。そしてレア役を引いたら問題ないでしょう。はい、もう前兆長すぎる。さらにレア役、え、この過剰レア役はなんとかならんか。本前兆中のレア役で勝利抽選を行うべきだと思う。また攻撃されてるわこの人。1戦目だよまだ。はい、これも要はさ、このバトル中にレア子役引いて当選させましょうってゲームだね。レア役があまりにも強いもん。もう強レア役だったら確定だし、弱レア役で 50% だから、そういうことなんだと思う。おーっと、でも攻撃したね。これはラッキー。せっかく延命してるのにレア役が引けない。一応青ゼリフだった。うん、いつも飛び上がんない。
ほい、プッシュ、ドン。あら、なんか勝てそうな雰囲気出てきたな。やりました。やっぱ5戦いかなくても確定するパターンあるんだね。ドン。さあこれで悪魔大行進2回目、こういうループで出してくれと。これがパチスロ筋肉マンの魔界ループ。皆さんこうやって出してください。あ、でやっぱ100枚だね。だからさっきの400枚スタートすごかったなよ。そしてこの演出はマジで揃わない。最初2回ポンポンと揃えてからずっと外し続けてる。あの演出自体は結構来んだけどね。よーし、20枚乗せからもう一丁。 OK。 あーっとレア役か。じゃあさっきの弱地でのランクアップはなし。まずは1ゲームここ。 OK。 いやーカットインか、またランクアップらしい。でもバーが揃っていく。でバーが揃うと一応特化ゾーンの抽選をしてるらしいわ。めっちゃ薄いと思うけど。おい、いいねいいね。20枚からこの後が大事だから。さあ3000枚突破、早いね。そして2ゲーム前兆が来たんでランクアップ揃ってみー。はい、オッケー。ということでランク3と200越してほしいな。越さない、なんとなくだけど150が最低っぽそうだな、ランク3だと。ひょっ、オッケー、揃っていく。また急に揃うようになってきたな。どのくらい期待していいかわからん。そしてスイカ、もう一丁。オッケー、ランクアップ。はい、ランク2。まあそんなのねえだろうな。この技とかでも期待度が変わったりするのかね。強攻撃みたいなしたら何百枚以上したみたいな、ありそうだよね。オッケー、強チェリーはランクアップ確定でしょう。50枚のせい、2個上がったりしねえかな、強チェリーだし。おい、フリーズ、どん。まあ1個か。さあチャンスベルからフリーズしとる。うん、演出は変わらんね。130枚、はい、 OK。 いいよ、強チェリーうますぎ。100のせい、マックス何枚のせなんだろうね。300くらいかな、300か500だよな多分。はい、そしてランクアップ、よいよいよい、ランクアップ確定。フリーズ、これでランク3。20枚乗せからバーカットイン、これも揃えちまおう。ういっ、オッケー。前兆中は確定とかあんのかな、もしかして。さあ本日初のランク4、そしてチャンスベルからもある。素晴らしい、これでランク5。あと2個でレベルマックスなんだけど、これも揃えよう。じゃあさすがに無理。いや、あと17枚なんだよな。ランク5、どんくらい乗るんだろうね。最低でも200は乗ると思うけど。ブラックホールさん頼みますよ。想像してたくらいでした。220枚、いいね。 OK。 鉄拳のキングの ART とか好きな人すごい好きだと思う。まあ、正直この筋肉マン初打ちだし、鉄拳も全然打ってなかったけど、一番近いのとしては鉄拳のキングの ART だね。ここね、シンプルだけどおもろいわ。何よりも性能がいいから気分がいい。ただ今4000枚出して最上位の AT にいるけど、万枚とかコンプリートこのままいけるのかっていう話になったら、いけるのかなってちょっと疑問に思ってるけどね。おっと、フリーズさん疑問に思ったところから150枚。いや、もちろんね、性能がいいのはよくわかるんだけど、とてつもない無敵感を感じるかといえば、今のところそこまでの無敵感を感じてるわけでもない。一番近しい感情だとバキバキアルティメットかな。あれって結構綱渡りじゃん。なんかね、バキバキアルティメットの不安感に近い。そして赤カットインに変化。いい、特化ゾーン来てみろ、トライ。うい、そしてリアク。そう、まあ、こうやってねボコボコ継続するんだけど、ものすごい安心できるというわけでもない。
さあということで上乗せいきましょう。ランク2か。まあでも消化するだけで暇になるって感じでは全然ない。常に気が抜けない。さっきからだいたい120、30枚だけどさ、これ純増6枚だから20ゲームくらいでパッと終わっちゃうからね。まあこれで継続確定なんですけれども、ここがね結構絶妙なバランスだと思う。そして告知されとるわ。はい、さあこれでランク2、赤カットイン。ちょ中押してみよう。はい、一角ウィアー。あー、来た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 、とっかと。これは50枚乗せが 75% でループする。ここで5000枚乗っけよう。いきます。はい、え、いきなり25、え、いきなり 25% 引いたわけ。うわ、なかったことにしたいな今の。何にも楽しめなかった。あの特化ゾーン絶対突入率低いのに。はい、じゃあ特化ゾーンのことは忘れます。170、これが安心できないところなんだよな。ちょっと何も引かないだけでこんな大ピンチ。はい、よく引いてきたわ。いい前振りになってしまった。はい、 OK。 しかもただの共通ベルでランクアップしたわ。赤カットイン、もう一回特化ゾーンやらせてくんねえかな。はっ、うん、いやそうだよな、あれ絶対途中に出てくるもんな。スコーリが残っちゃってるよ。120枚。はいはいはい、あーフリーズしてる。危ない危ない、ドキドキさせるね。たくさん乗りますように。だいたいこんなもん。オッケーオッケー、継続確定。ナイス、一角特化ゾーン、うん、気づけば5000枚オーバー。パラオカースヘッド120、30枚なんだもんな。おっと、レア役、レア役で50枚乗せね。ナイス、180枚。おっと、なんだ、あ、乾燥か。乾燥の概念忘れてました。巷で話題通りの目玉力を今感じてるわ。はい、ということで、おーい、ドートロフィー、ドートロフィーか。5188枚。ちなみに持ち玉は5728枚。あと4300枚出せば満枚と。要はあと2回乾燥すれば満枚だね。わかりやすい。レア役が引けない、残り5ゲーム。いや、やっぱレア役引かないと。そうだよな、ラスト。まだなんとかなるか。いやー、終わりか。いやー、終わってしまった。まあレア役引かないとどうしようもないって感じだね。はい、いや、まあしっかり出たな。マジで7連単とか食らってる時はどうすんだこれと思ったけど、しっかり引きが強い。うん、調べた感じ乾燥後はやめて良さそうなんで、もうここでやめたいと思います。このお店で角台だからね、設定あって全然おかしくないと思うけど、仮に設定あってこの展開だったならもうやめていいと思うわ。そういう機種だと思う。ということで投資が36000円、1656枚投資、そして回収が5708枚なのでプラス4000枚くらいかな。ダキーン、大勝利。パチスロがうまいね。ということで勝利の店内状況いきたいと思います。はい、ということで店内状況、まずこちらがカバレリー、こちらの方が現在2箱、こちらの方が1箱半、こちらの方が持ち玉なしで、こちらの方が手元に1箱、こちらの方が持ち玉なし、こちらの方が、半箱、そしてこちらの方が2箱、こちらの方が2箱と。でカバレリーは6角が何台か出ているそうなので、前台ではなくてもまあ配分はめっちゃ高いかと思われます。さあそしてこちらの別積みが延々の消防隊ですね。あと延々はこちらが1箱、こちらが1箱半、こちらが1箱と。そしてこちらの別積みが、バイオ RE2 ですね、7箱積んでます。はい、そしてお隣の台が2箱と、2台とも5、6角だそうです。さああとこちら織田信長の野望がこちらの方が1箱半で、こちらの方が1箱と。あと盾の勇者成り上がりがこちらが2箱、こちらの方も2箱、こちらの方も2箱と。北斗がちょっと判断難しいんですけど、北斗がこちらの方が初当たり15回、あとこちらの方も初当たり15回ですね。そして
してこちらの方は初当たり12回で持ち玉が4400枚あります。さあとこちらのバルブレイブが持ち玉13700枚と、そしてこちらのアイスボーンが現在2箱半ですね。こちら番長ゼロが現在3箱ですね。そして大人の方が1箱と。さあとこちらの別積みが黄門茶碗ですね。さあとこちらがマイジャグ23-18で113分の1、そしてお隣が17-14で122分の1、さあとこちらが22-12で107分の1、さあとこちらが19-15で115分の1、あとこちら23-22で104分の1、さあとこちらゴージャグが16-16で現在1箱、そしてお隣が23-14で114分の1、あとこちら17-16で128分の1、そしてこちらファンキージャグラーが20-15で125分の1といった感じです。以上店内状況でした。お疲れ様です。ということで実践終了、新大筋肉マン打って解消。素晴らしい、引きが強いね。これもうみんなもそろそろ認めざるを得ないくらい引きが強いと思う。出ちゃうんだもん、パッと5000枚でね。まあ、打った感想は実践の方でも言ってたけど、とにかく筋肉マンを打つんだったら継続率で継続すると思っちゃダメ。もう継続しないもんだと思って打ちましょう。どんな瞬間でもこいつは継続率を 1% しか持ってないと思いながら打つのがベスト。で、上位 AT はね、特化ゾーンとかもあるし、それこそランクを7まで上げたらどうなるかとか俺わかんないけども、打った感じは130枚のボーナスが 90% ループするみたいな、そんな感じでした。俺はまあ、ちょっとしばらく打つことはないかな。まあ、人気なくなったりしてね、100何十番とかでも取れるようになったら、全然あり。最終的にね、結果良ければ全て良しって感じで、たくさん出て良かったです。ということで、そんな、新台もたくさん出してしまうセブン TV 最新スケジュールはこちら。よろしくお願いします。ステッカーもお配りしております。ぜひもらいに来てください。ということで、新大筋肉マンなかなか打てないし、上位 AT どうやって入れるんだろうって思ったけど、なるほどこうやってやるんだ、勉強になったよって思ったそこのあんたはぜひチャンネル登録をして、またね、まあ、新大をパッと取れていい感じになったらちょっと動画前後して早めに上がるようになってるんで、今そちらの動画をお楽しみに。そしてなんやかんや言ってきっちり上位 AT 入れちゃうのさすがって思ったそこのあなた、高評価の方よろしくお願いします。ということで、またセブンズ TV の動画が上がると思いますので、その時は皆さんよろしくお願いします。本日はお疲れ様でした。